はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。10月はですね、29日の火曜日でございますね。11時40分をちょいと回りました。きっと前場結局213円高で引けたんですね。ちょい上げでございます。はい、ドル円は 152.92 と、このあたりでうにゃうにゃしてますね。原油安い 67.70、ドルウォンもですね、世界的なややドル安傾向でですね、ウォン高に来てまして、今 1380.35 と、ちょっとだけ申されましたね、1370台って言ったんですけどね。はい、さて、ですね、行きましょう。本題はですね、かねてから私が注目してます、イギリスですね。大紀元にこんな記事が出てまして、英国インド太平洋地域における軍事経済的存在感を強化、中共の影響力に対抗ということで、ちょっと読みますと、イギリスのスターマー首相は中国共産党の増大する影響力に対抗するため、インド太平洋地域におけるイギリスの軍事的および経済的存在感を強化する計画を発表した。太平洋の島国との連携を深め、地域の安定と安全保障を図るスターマー首相の戦略について詳しく解説すると。スターマー首相の最近の発言によれば、イギリスは中共の地政学的影響力に対抗するため、インド太平洋地域における軍事及び経済の存在感を積極的に高めていく方針であると。まあ、簡単にはですね、関与していきますよということでですね、具体的には軍艦を派遣したりしてる。前々から言ってます通りね、イギリスって今ね、極東エリア、東アジアにですね、何の権益もないんですね。1997年まではですね、今から27年前ですか、までは香港があったんですよ。でも香港を1997年完全に中国に返してしまったんですね。なんでですね、今やですね、まあ、太平洋の小さな島をいくつか持っているんですけど、まあ、それぐらいですね。あとはシンガポールに海軍、マレー半島の中に陸軍の拠点があるぐらいでですね、まあそれは借りてるというか、まあ、使わせてもらってるぐらいの感じで、で特に権益がないしですね、どう言いましょうかね、守るべきものはないんですけど、ちょろちょろと来たがるんですね、あいつらね。で、私は全然言うてるんですけど、もしかしたら香港の回復をですね、頭の片隅に描いているのかもしれません。今香港で例えば住民投票をやります、イギリス領がいいですかって、今のままがいいですかってやったら、多分イギリス領に戻りたいっていう人が8割ぐらいいると思うんですね。まあ、もしそういう、場面、そういう投票ができるような場面が来ればですね、再び香港は知らぬもんやみたいにね、なりたいと思ってるんではないかと。それぐらいしかね、考えられないんですよ。イギリスってね、僕らはね、うわ、すごいイギリスやんと思うかもしれませんけども、経済規模でいや、日本より小さいですよ。で、人口が、8000万ないんちゃうかな。つまり日本のですね、3分の2サイズなんですね。で、特にですね、なんて言いますか、優れた産業があるわけではない。自動車も、自動車メーカー一つか二つあるぐらいで、あと何があるのって、資源国かもしれませんね。北海油田がありますから、でもまあ、言うてそんな大したことないんですね。で、何か産業があるか、優れた産業があるかというと、金融だけなんですよ。私が知る限り、理解できる限り、金融ぐらいで、あとはですね、オックスフォード、ケンブリッジという世界的な大学があんで、あれは産業と言えるかどうか分かりませんけども、アカデミックな点でですね、かなり世界で優位性を示しています。あと何なんでしょうね。昔はビートルズがあったんですけど、まあ、今でも、ね、音楽とかそういう面では多少ですね、多少あと特にないんですよ。皆さんイギリス製の何かって見たことあります？掃除機ありますけどね、なんたらってダイソンですか。あれ確かイギリス製ですけど、反応は別に大丈夫ないでしょ。車といったってジャガーがあるぐらいで、もうなんかもう一つあったかな、ミニクーパーやったかな、あれイギリスは。なんかまあそんなもんなんですよ。で、産業、そうですね、金融はもうアメリカと並び立つぐらいの
ですね、金融はあるんだけど、でそんな国なんですけどもですね、あの一丁前に空母を2隻持ってるんですよ。あのこれ知らんかったわ、あのプリンスオブウェールズという空母出てるんですけど、これなんかちょっとでもあれですね、ジャンプ台方式の古い空母ですねこれね。でクイーンエリザベスというのがあってですね、それはこの2回ぐらい日本に来てますね、ここ5、6年で日本、そうですね、日本に来てますね。でここあの確かにね、例えばアルゼンチンの沖にですねフォークランド諸島ってあって、そこがイギリス領だったりですね、ポツポツとですね海外領土はあるんですよ、うん、なんですけども空母2隻もいらんやろと僕は思うんですけど、まあ持ってはるんですよ。やっぱりね、昔大英帝国やったでしょ、あの大英帝国の名残があってですね、であとね、その007の所属してるのは MI6 という組織なんですけど、あの多分ミリタリーインテリジェンス9というですね、軍事情報6課というふうに日本で訳してましたけどね、昔は。その情報網が素晴らしいというのもあります。だから未だに中国情報とかってイギリスはすごいですよ、あとはもともとインド支配してましたから、インド系の情報も持ってますしね、まあ何ででもイギリスがそこまでしなあかんのというふうなですね、不思議ではあるんですよ。昔冷戦時代にですね、ソ連とですね西側が対立しましたけど、イギリスなんてただのイギリスなのにですね、もうあの KGB、KGB ですねと張り合ってたんですよ、MI6 は。で国のサイズが全然ちゃうやんと思うんですけど、アメリカの CIA がね KGB と張り合った話は分かって、まあそれはよくあるんですけどもですね、 MI6 がですね CIA に負けないぐらいのですね張り合い方をしてたという、うん、すごいやんという感じですけどね、謎のイギリスのですね、あのあれですね、あの関与ですね、いやびっくりしますよ、はっきり言って。お前ら関係ないやんと思うんですけど、でもイギリスはですね、東アジアでずっと関与したがるわけです。不思議ではあるんですけど、いや、多分だから、またですね、香港でも狙ってるんちゃうんかなと。ものすごく冷静な国ですからね、イギリスというのは。アメリカよりも全然冷静で、でよその国支配するのは上手なんですよ。アメリカってど下手ですけどね、イギリスはうまいですよ、なんで香港を取り戻したらまたですね、映画を誇る大英帝国のですね、少しこう名残をまた持てるんちゃうかなという気はしますけどね、まあまあまあ、日本にとってね、そうイギリスが東アジアにどんどんやってくる、で中国に対抗しようとしてくれるのは悪い話は全くないんですよ。なぜかっていうと、だってそれは日本やアメリカがやらなあかんことでしょ。そこにイギリスも加わってくれるっていうのはありがたい話ですよ、なんでウェルカムなんですけどね、でも日本からすると不思議ではあります。はい、ということで貼っておきましょう。英国インド太平洋地域における軍事経済的存在感を強化、中共の影響力に対抗というですね、タイトルのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。